人生は歩いてこないだから。皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。海洋堂リボルテック山口エヴァンゲリオンエボリューションエヴァンゲリオン仮設5号機です。はい、海洋堂エヴァンゲリオンともに初のレビューとなりますけれども、こちらはエヴァンゲリオン新劇場版歯の冒頭に登場いたしますエヴァンゲリオン仮設5号機のフィギュアでございます。なぜ今このタイミングでこれかと言いますと、先日ね、久しぶりにお会いしたお友達が、まあちょっとこれよかったらいるって言ってくれたんで、いるって言ってもらいました。いや、僕もね、まさかこのタイミングでエヴァのフィギュアを手に入れることができると思わなかったので、すげえテンション上がってるんですけども、でこれですね、パッケージ見てみると分かるんですが、これエヴァンゲリオン仮設5号機です。めっちゃかっこいいです。そしてこの右側ね、これが対決をしております第3の使徒敵ですね。なのでなんとですね、これ第3の使徒も付属します。これすごいよな。そして海洋堂のフィギュアですので、ここ開けますと、もうね、中のものがね、これ入ってんの見えるんですよ。これいいよね。ブリスターに入ってて、そして左側にはいろいろ解説と内容物の説明とかね、ギミックなんかもいろいろ説明がされております。回転するタイヤ付属、転がして走行できるって、ものすごいなんか躍動感のある5号機映ってるけど、こんなんできんの？めっちゃ楽しそうなんだけど。各オプションパーツも充実してますね。こちらも見ていきたいと思います。それでは開けてまいりましょう。それでは開けてまいります。ちなみにこれ未開封品ではなくて、友達がね、そのくれた友達がもともと飾っていたものをそのまま譲り受けております。内容の欠品とかないらしいので、まあほぼ新品と言っても過言じゃないんでしょうか。それでは参ります。せーの、どうぞ。すごいな、これいいとこのスーパーのハムみたいなね。なんかあの、思いっきりラップで巻いてある状態のこの肉みたいな感じになってますけれども、これはこれでさ、もうすでにさ、まあ、ぶっちゃけさっき箱に入ってる状態でも十分かっこよかったんだよね。中取り出すのが若干もったいない感じもする。それでは細かいパーツが多いので、このまま内容物見ていきましょう。まずエヴァンゲリオン仮設5号機本体と第3の使徒、肩に装着しますパンタグラフ、交換用の顔パーツ、これは交換用の手首パーツの扱いになるのかな、左手の義手の手の先の部分ですね。そして簡易式のロンギヌスの槍、そしてそれ用のエフェクトパーツとタイヤパーツですね。そして各種ディスプレイ用のスタンドが付属します。はい、というわけで本体取り出して、とりあえずねポージングさせてみました。やっぱねリボルテックで、さらにこの仮設5号機の体が細いっていう特徴もあって、ちょっとポージングさせるのに時間かかったんですけれども、いやこれすごいいいっすね。めっちゃかっこいいっすね。仮設5号機って足4本なんですよ。なんかねアーマードコア思い出すんだけど、これっていやーこれはまたさ、ロボットの中でも異質な感じがまたいいんだよね。それでは本体見ていきましょう。頭部パーツ、これ今通常のものつけてるんですけれども、一応ねこの口開けてるバージョンの顔も付属しておりますので、まあ、こちらを付け替えることでねシーンを再現することもできます。そしてこの長いパンタグラフね、これね一応ねちょっと角度つけることできるんですけれども、アンビリカルケーブルがない代わりにこちらから電気を供給して戦いに行ってるって感じでしたよね。そして腕につけてるのは、右手がこの簡易型ロンギヌスの槍で、左手がこの義手パーツですね。義手パーツもこのね先がねちょっと開いてるバージョンと閉じてるバージョンがありますので、まあ、これをね付け替えることによって、まあ、シーンの再現にうまいこと利用してねっていう感じですね。でロンギヌスの槍もこういうエフェクトパーツとかギアパーツとかいろいろ入っておりますので、まあ、必要に応じてね付け替えることができます。すごい付属品が多いです。そして本体の各関節ね、リボルバージョイントね、リボルテックですので入っております。このね丸っこい関節なんだけれども、これね見えるかな、これなので、これがねカチ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 動くんですよ、こんな感じで。なのですごくね、あのデリケートな角度をつけることできますので、体が細いさ、このしかも4本足、今パーツ取れたけどあの4本足っていうのもありますので、すごくねポージングさせるときにね、角度が重要なんですよ。そういう意味ではこのリボルバージョイントとの相性がものすごくいいですね。そして劇中ではトンネルの中をね縦横無尽に4本の足をペタペタね周りに動かしながら走ってましたので、まあ、ここねタイヤが実際ついてるわけですけども、これでね縦横無尽に動かすことできますので、まあさすがにねトンネルが用意できてないからシーンの再現ってわけにはいかないですけれども、でもね結構ポージングは自由自在かな。それではタイヤですね、ここを抜いて、このね
周りがゴツゴツしてないタイヤに付け替えれば、それタイヤをねシンプルなものに変えましたので、この状態でタイヤの向きをね進行方向に対して垂直向きに置いてみると、前に向かって動かせばこのようにタイヤでコロ走行させることができます。いやこれね思ったよりね動くよ、うん、とはいえ僕の手でこう動かさないとさすがに難しいかな。ちょっとね手離してやってもそこまでザーッと動く感じではないので、少なくともこんな高速移動ができないですね。そして腰にもボールが入っておりますので、腰もね結構自由に動かすことできますので、角度をつけた槍ぶっ刺しポーズなんかも取ることができます。体がでかいからさ、結構大胆なポーズつけたら絵にはなるんだけど、基本的にねちょっと4本足っていうののポージング慣れてないのもあって難しいっすね。ちなみにねお尻の下にあるこれはなんかね途中で急ブレーキ使う時にさ、これでガーンって地面にぶっ刺してさ動き止めたりしてましたけど、こうやってねミサイルが出てくるんですけれども、これもねちゃんと再現されてるんですよ。すごいなぁ、これ2本ちゃんとね出てきます。そしてこちらが第3の死となります。壁にぶっ刺されたシーンの再現用なので、もうすでにねこれ体に刺されてるんですよ、槍がね。っていう状態で、ただ首はきちんとねこれジョイントで動くようにはなっております。ただね頭がすごく重いのでこうやってブラーンってなっちゃうんですよね。なのでこの動かないタイプの関節ボールがついてきておりますので、こちらに付け替えれば、まあ、ここ付け替えたんですけど、まあ、首の方はねどうしてもこうやって動いちゃいますけど、関節1個も動かなくなりますので、ディスプレイがちょっとしやすくなりますね。それではね槍の先を抜いて、この使徒がついてるやつに付け替えて、頭部パーツを通常のものからこのプチ焼きバージョンに付け替えれば、このように串刺しポーズを再現することもできます。実際手持ちで今これ撮ってみてるけど、これすごいよね。実際さこのねアーム、付属のアームを使ってこうやって浮かしてますけど、実際はねこのね黒パーツ、この第3の人の後ろにあるこの黒パーツは磁石が入ってますので、磁石付きの壁かなんかがあればそれで貼ることもできますね。まあちょっとそういった壁用意できるならもっと綺麗にディスプレイすることができると思います。とはいえこのアーム使ってるとはいえ十分絵になるポーズ取れるな、めっちゃかっこいいっすね。はい、というわけで本日はリボルテックのエヴァンゲリオン仮設5号機をご紹介いたしました。使徒がついてくるっていうスペシャルな内容物で、まあ、実際ねエヴァの歯の映画の中では本当6分ぐらいしか出てこないはずなんですけれども、これだけ細分化してフィギュア化されてるってのも非常に嬉しいですね。あとねもう少しポージングしやすいとよかったんですけれども、ちょっと足4本っていうのにね僕自身が慣れてなかったので、あまりいいポージングできなかったのが残念でした。もうちょっといろいろガチャガチャいじってまた勉強していきたいと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。